マンハイム大学はドイツ、バーデンビュルテンベルク州、マンハイムにある州立大学。ヨーロッパにおいて、ベルサイユ宮殿に次いで、第二に大きいバロック宮殿として知られる、マンハイム城の大部分はマンハイム大学の施設として利用されている。もともと1907年に、昇科大学として設立され、1967年に、総合大学となったドイツ国内では、 比較的若い大学である。特に経済学、ビジネス、社会科学分野での評価が高く、各種世界大学ランキングでは常に上位にランクインしている。2018年度、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスでは、経済学、ビジネス分野で全世界20位、社会科学分野で全世界31位にランクインしている。なお、 マンハイム大学経営学部には、ドイツ国内では唯一、日本学と経営学を並行して学ぶことができるコースが設置されているため、日本の初大学とも交流が深い。マンハイム大学が、母体のマンハイムビジネススクールにて2002年より、フルタイムの MBA プログラムが開始された。ドイツ国内 MBA ランキング1位にランクされている。ありがとうございます。